緑ですか。緑ですか。緑ですか。いいな、調子いいな。緑ですか。いいな、これすごくいいな。緑ですか、やっぱいいな。ここかな、バイトの面接会場は。トントンガチャ。緑ですか。超怖えよ。なんだよ、緑ですかとか叫んできた人がいるよ。でもここでしょ、バイトの面接会場。何緑ですかって、明らかに白黒なのに僕。絶対緑じゃないじゃん、見たらわかんじゃん。開けてみようかな。コンコン、ガチャ。緑ですか。続いてきたよ。おい、なんだよ、もう、なんなの、ここ。そーっと開けてみようか。バタン。あのままフリーズしてるよ。こいつはやべえぞ、おい。ガチャ、ちょっと、君、誰？ああ、いや、僕、バイトの面接に来たんですけど。ああ、なんだ、バイトの面接か。あ、じゃあ入って入って、中入って。なんだ、びっくりしちゃったよ。バイトの面接ね。あ、そう。ガタン。あ、そう。何君、バイトをしたいんだ。まあ、そうなんですけど、ただ、仕事の内容がよくわかんなかったんですよね。あ、そうなの。いや、すごい簡単よ、うちの仕事は。街に出てって、街行く人々に、緑ですかー、緑ですかー、ね、街行く人に、どうですか、緑ですかー、これだけだね。ああ、僕、向かなそうなんで帰ります。いや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 、まだわかんないでしょ、向かないかどうかは。ちょ、見たところ君ね、緑のセンスがあるね。全く発想についていけないんですけど、何ですか、緑のセンスって。いやいや、もう楽なもんでしょ、だってとりあえずさ、仕事としては。緑ですか、緑ですかって言ってればいいんだから。緑ですかって言ってればいいんだからって言ったって、だって、言って、どうするんですか、緑ですかって。白黒の僕が緑ですかって言って、それはどうにかなるんですか。これがね、結構ね、緑ですか、緑ですかって言ってると、まあ、大体は無視だよ。いや、そうでしょうね。そりゃそうですよね。ただね、たまにやっぱ食いついてくるのがいるね、やっぱり。こう、あ、緑、緑って何ですかみたいな、な、何言ってるんですかみたいな感じでね、食いついてくるから、そういう人をね、もう逃がしちゃダメね。そういう人にも緑の良さをね、もう切々と語るわけ。緑ってこんなにいいんだよ、こんなにいいんだよっていうのをどん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 言っていくわけで、最終的にね、高い緑色のペンキを買わせるんだよね。あ、緑色って全てのね、物事の始まりなんだよね。物事ね、緑に始まり、緑に終わる、ね、生き物もこれ突き詰めていけば、これ全て緑色なわけだよ。今ちょっと理解しようと思ったんですけど、無理でした。ああ、そう。ちょっと考えてたもんね。うん。ちょっとやっぱ、難しいですね。緑じゃないでしょ、だって僕白黒だし。いやいやいや、そんなことはないの。すべての事柄はね、もう緑なのよ、緑。だから、道行く人にもね、この緑色のペンキ、やっぱ欲しくて買うわけだから。そうかな。いや、ほんとそうよ。ちなみにそのペンキって、いくらぐらいするんですか ?10 万。悪徳商法。いや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 、じゃ全然悪徳とかじゃないって。道行く人が10万でも欲しいって言うから売るのよ。いや、嘘だよ、絶対。そんなわけないもん。だって、こんなペンキもそこら辺のホームセンターに売ってるやつでしょ、これ。いやー、違うね。そこら辺のホームセンターに売ってるやつとはね、一味も二味も違う。僕がもう、緑エキスを注入してるからね、これにこう。ポチョポチョポチョってね。溜めて、溜めてのポチョ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 。ポチョ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 って。ものすごい入れてるから、これに関してはね、5ポチョポチョぐらい入れてるからね。5ポチョポチョ、5ポチョポチョ入れたんですか、これに。ちょ、差はよくわかんないですけど、まあね、だからこのペンキで、みんな欲しがんのよ。10万でも欲しがんの。10万って欲しがるかな。じゃあさ、例えばだよ、君今幸せ？
まあ、うん、それなりに。あ、そう、僕言わせてもらうとね、めちゃんこ幸せ。もうあられちゃんの表現じゃないですか。めちゃんこ強いのいいじゃないですか。それいいな、めちゃんこ幸せいいな。でしょ。じゃあさ、まあもしだよ、もし仮にそれなりに幸せな君がめちゃんこ幸せになれるとしたら、君はめちゃんこ幸せになりたいですね。たいよね。そうなりたいよね、やっぱり。じゃあさ、ちょっと君と僕の差をさ、見てってみようか。それなりの君とめちゃんこの僕の。ね。まずこれ身長ほとんど変わんないよね。そうですね。で、まあ、ふかふか影もまあ、大差ないよね。もうそうですね。あとこの、目の輝き、これも大差ないでしょ。まあ、そうかもしれないですね。だとするとさ、これもまあ、仮にだよ。この、それなりの幸せとめちゃんこ幸せの差は、色なんじゃないのかな。そうかな。いや、仮にだよ。だってない話じゃないだろ。他にほとんど差がないのにさ、こんだけ幸せに差があるわけだから。まあそうですけどね。じゃあさ、例えばだよ、この緑色のペンキ、これを被ることによって君緑色になるよね。緑だよね。そして緑になった上にめちゃんこ幸せになれるとしたら、君はこの緑のペンキが星いいですね。いいよね。星いいよね。星いいですね。もう、かぶったらめちゃんこ幸せになれるんですか。なれる。なれちゃうんだよ。あ、じゃちょっと欲しいな。でしょ。おい、いくらでしたっけ。100万。100万 ?100 万は、100万は、ちょっと高いですね。のところを、なんと、10万買った。ほら。あ、ほんとだ。僕、ペンキ10万で買ってるわ。でしょ。こういうことだよ。だから街行く人にもうバン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 さ、緑ですかって言っても緑に食いついてくる人にもう緑の良さを伝えてだね、このペンキバンバン売っていくわけ。大儲けなわけ。ああ、そうなんだ、そういう仕事なんだ。ところでね、君今ちょっと喋ってて思ったんだけど、やっぱりこれね、緑の才能がある。緑の才能が、まあ、ちょっとまた立ち切れない領域に行った感じがするんですけど、緑の才能がありますか。才能がある。これさ、ちょっとどうだろうな、もうちょっと違う仕事してみない？違う仕事って何ですかね。いや、実はね、今日この後にここにさ、青のやつらが来ることになってんのよ。青と緑の戦いが起こるのよ、ここで。やっぱね、青と緑っていうのはすっごい仲が悪いわけ。犬猿の仲なの。ああ、そうなんだ。そうなの。やっぱ信号機戦争の時からね。なんすか、信号機戦争って。信号機の色あるでしょ。あれさ、赤と黄色と、あと一個あれ、何色かな？青。そこだ、ポケー！痛い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 です痛いです痛いです。何すか？痛いです。あれ、緑でしょ？明らかにあれ、緑でしょ？青くないでしょ？なんで青とか言うの？やだ、信じらんない。なんで青とか言うの、この人。見て、よく見たら絶対緑色でしょ。まあそうだけど、あれ、だってみんな青って言うからさ。いや、緑でしょ。そこはもう正確に行こう。正確に行こう。ね。信号機の色って、赤と黄色と、あと、何色だったっけ？青。やー、ところの裏剣。いて。誰ですか、ところって。知らないのか。なんで今裏剣とかバンとか入れるんですか。すげえ早い動きでしたよ今。的確なヒットしたな。ちょっとやめてほしいわ。わかる？ちょっともう分かったでしょ。緑でしょ。赤と黄色で緑でしょ。まあ、うん、緑、まあ、色は緑、うん、色は緑かな。緑、そうですね、緑。なんで納得いかないみたいな感じしてんだよ。緑でしょうが、まあそう、緑です。だから緑なのに青とか呼ばれてることで、青は調子に乗ってんのよ。だから緑の僕たちがもうほんと隙あらばボコボコにしてんの、あいつらをボコボコに。そうなんだ。そこでさ、今から青いやつら来るからさ、君緑代表として戦ってくんないかな。無理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 。見て見て、モノトーン。いや、そうだけど、まあいいのよ、そこはもともと緑でしたみたいなことで。無理ないっすか。いや、いいのいいの。
もともと緑だったけど、もうめちゃんこ幸せも良かったけど、まあそれなりの幸せもいいんじゃないかなと思って、今は白黒ですみたいなこと言っとけばいいから。通じますか？通じる通じる。でね、別に喧嘩とかするんじゃないのよ、青来たところで。基本的には言い合い、なんかもうね、緑の良さをとにかく伝えてくれたらいいの。だからもう向こうがいろいろ聞いてくるだろうけど、お前名前はとか、なんかそしたらもう全部さ、緑ですかーって言ってやったらいいのよ。緑ですか、シャーコなの、緑ですかー。今初めて聞くシャーコの野郎っていうのがあったんですけど、シャーコの野郎はね、これは緑ですか20回に1回ぐらいにしといて、あんまり連発したらダメね。必殺技的なもんだから、これは効力が薄れるから。だからその緑ですかとシャーコの野郎をね、駆使しながらだよ。あとはもうこのペンキ、これをまあ売るまではいかなくてもね、こうペンキ売って僕たち緑は大儲けしてますと、めちゃくちゃ金持ってますと、青にそんなお金あるんですかねみたいな、基本的に自慢。緑ですかと、ペンキ売ってるの自慢、あと緑はいいよっていうの、もうそれのね繰り返し、ゴリ押し、何言われてもそれのゴリ押し。いやでも僕白黒だし無理。いやいや、いける、君ならいけるよ。君さ、時給いくらで僕応募してたっけ？200円。200円。じゃあね、これやってくれたらなんと400円出す。400円？本当ですか？うん。しかもだよ、もし万が一そのもう言い合いで押し切ったら、緑緑で押し切ったら、さらに倍率ドン800円。800円ってファミレスの時給ぐらいあるじゃないですか。だろうお前、家畜には一生縁遠い値段だろ。家畜に時給800円出すやついる？いや、いないですよ。すごい、800円か。じゃあちょっとやってみようかな。じゃあちょっとやってね、あの青いの来るから。別に殴り合いとかにはなんないからさ、もう青いの来たら、緑ですか緑ですかって言って、ペンキ売れてお金いっぱいだ、僕緑ですって言ってらいいからね。分かったね。じゃああとよろしくね、青いの食っからね。まあ青いのとでもね、緑ですか緑ですかって言って、時給800円、押し切ったらいいんだよな、ずっと言ってらいいんでしょ。これはいい仕事だよな絶対。よし絶対押し切ろう。あー来た来た、うわー青いわ、すごい青いの来たな、青いのいっぱい来たな、青いな、おい一発かましとくか。緑ですかー。おほほほほほ、すっげーキョトンとしてるだよな、最初の僕そうだったもんな。緑ですか、シャーコなろー。あ、シャーコなろもう使っちゃった、やっぱちょっと早すぎたかな。何、名前、名前とか関係ないでしょ。ああ色、いや僕もともとね緑だったのよ、緑だったんだけど、まあ白黒もいいかなと思って白黒にしてみました。緑ですよー。ちょっと変なアレンジ加えちゃったな、緑ですよーなんてたないかな。いやもうそうだよ、もうこの辺でさ、もうペンキ売りまくってめちゃくちゃ金持ってるよ。10万、ペンキこれ10万で売ってる、でバンバン売れんの、だから超金持ってるの。超金持ってますかー。あれなんか変わってきたな、おかしいな。緑ですか緑ですか、よし立て直そう。緑ですか緑ですか、み緑ですか、シャーコなろ、シャーコなろ、あ、2回言っちゃった、やばいな、シャーコなろ、シャーコなろ2回言ったらまずいな。何、いやそうだよ、売ってるよ僕だよ、売ってるの僕だよ。逮捕、何逮捕って、あ、何そんな青い服の下になんで拳銃みたいなの下がってるのそれ、あれ手帳、何手帳、あ、それ刑事ドラマとかで見たことあるけど、何その手帳、ちょっとやめてよガチャ、あ、何手帳かけんの、ちょっと話は書で聞く、ちょっとやめてくださいよ、何何どういうことどういうこと、緑ですかー、緑ですかー、シャーコだろ、あ、シャーコだろ、あ、緑ですかー、緑緑ですかー、緑ですかー。さてと、場所を変えてまた稼ぐか。